今回は和木祭実行委員の舞台監督を務めるミキさんにスポットを当て、彼女の学生生活を和木祭とともに追いかけていきました。ジオンさんの演劇部の友達で、皆さん、日本語の台本で演劇をするそうです。台本見せてもらったら日本語がびっしりで本当にすごいなって感心しました。で、国は違ってもやっぱり女の子同士とか共感し合えるところがあるんだなと思いました。でも自分よりみんな年下の子ばっかだったので、そういう自分より年下の子にこう日本語を話してもらってる、私の方が海外に行ったのに合わせてもらってるっていうことが少し情けなくて、その情けない気持ちはちょっとずっと持ったまま話し続けてきました。で、話しながら私ももっと語学勉強頑張らないとなっていう、自分のいいところはこうもっと狭い視野だったんだなっていうのをすごく実感しました。授業を終えた後、すぐに所属するよさこいサークルへ向かい、和木祭に向けての練習に取り組みます。和木祭のスタッフとしての仕事も1ヶ月以上前から取り組んでいます。業者の10月15日の17時5時までに、学生支援部の方で、そこまでその3つを、じゃあアリンコさんに伝える内容とかは全部、和木祭当日です。和木祭とは11月上旬に2日間にわたって行われる学祭のことです。多くの模擬店が並び、エコアクションと呼ばれる環境を配慮した活動も並行して取り組まれます。この2日間、1年生は高校の制服を着て参加するのが伝統になっています。あ、いいよいいよ、ごめんね、ありがとうね。やだー、すみません。資源の資源200円です。祭りの目玉の一つにミス・ミスターコンテストがあります。高校時代熱中していたことは何ですか？つくし狩りです。初日は各学部学科の 1,2 年生の代表が出場し、投票で選ばれた人が2日目の本選に進みます。組み取りです。マイブームは何ですか？韓流アイドルのカラで、個室会がたまらんなって感じです。少女時代はあまり好きじゃないですか？足がすごく綺麗だと思います。そうですね、きっと美味しいアイスクリームを探して食べることです。生アイスが好きです。パナップの抹茶黒蜜です。高校サッカー好きだから高校サッカーを応援してました。最低限だけ残して。この他にも舞台ではファッションショー、各サークル、個人の出し物など2日間にわたって見応えのあるものになりました。ミキさんはよさこいで煽りを担当し、舞と会場を大いに盛り上げてくれました。彩り気高く舞うは花椿、いつかは散りゆく定めなら、熱き魂抱きてぞ盛ん、今春季の舞を奄美連合を育み春夏リンリン。和木祭に星をお運びいただき誠にありがとうございます。あまり一を心一つに演舞いたしますので、皆様のお手拍子よろしくお願いします。
最高でしたね。やっぱり僕4年生なんですけど、やっぱ4年間で一番最高だと思います。最高ですね。ありがとうございます。1日目も2日目もお客さんがたくさん来てくれて、そういうユッティが笑いを取ってくれたおかげで、お腹が減ったお客さんがまたいっぱい来てくれて、すごい助かっています。はい、何も最初なかった状態からこういう一つの歌舞伎祭っていう大きな祭りを組み立てていくのはやっぱりすごく大変で、部署が3つあって、それで実行委員長がいて、でその長の連携とか、あとその各部署の人たちの動きとか、そういうのを全部指示したり作り上げて把握してとかいうのがすごく大変でした。特に大変だったのはやっぱり当日になってみて、話はこれまでのたくさん詰めてるんですけど、予期せぬ事態とか、あ、こういうことが起こったっていう予想してなかったことが起きたりするので、それに対する対応とかが、はい、大変でした。はい、すごく実行委員でしんどいんですけど、私1年生の頃からずっとやってて、しんどいしんどいって思っても、やっぱり最後のこの当日2日間が終わったら、あ、またやろうかなっていう感動がいっぱいなので、また多分もう実行委員をやることはないかもしれないですけど、なんか企画したりそういう活動につなげていけたらなって思います。他人から言われて行動するよりも、自ら進んで行動を起こした方が達成感とそれに伴う充実感は大きいものです。大学生活は自分から動くことで、この後に始まる就職活動をはじめとするさまざまな事柄に対して柔軟な対応をできるスキルが身につくと考えます。楽しみながら社会への適応力が身につくのは大学生の特別な権利なのではないでしょうか。